はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。なんとですね、ちょっと待ってください、日本帰ってきましたよ日本帰国しましてですね、昨日ね、初めて東京ドームの方に行ってレジェンズシートに行ってまいりました。まあ久しぶりなんか東京ドームね、で、あの阿部監督とか二岡ヘッド、河合コーチ、まあ、ピッチングコーチのね、内海コーチなんかもいろいろあって、いろいろ話してきましたよ。どんな話を？今のジャイアンツのとか、どうなってんだとかっていう話をね、しましたし、でも、意外と皆さん元気そうで、でも、阿部監督は、打てないなっていうことをね、おっしゃってましたね。はい、いつか皆さん、久ちゃんに出ていただきたいです。出てきたいっていただいてほしいですね。はい、そんな時が来るのを楽しみに、僕もね、頑張りたいなというふうに思いますけど。うん、今日はそのジャイアンツの話題ということで、うん、まあ、ヘルナンデス選手、救世主と言われてるんですけども、うん、2月23日ですかね、4号ホームランとジャンピングキャッチで超ファインプレーと、まあ、攻守にわたる活躍となりましたが、そろそろご覧になっていかがでしたか？レジェンシートでたまたま球場に行って、その試合をね、見て、ヘルナンデスの その活躍を見たんですけど、いや、いいですね。まあ、守備、フェンス際の守備は外国人の選手ってうまいんですよ。やっぱ見せどころなんですよね。ホームランキャッチしたりとか。だからそんなにね、これ、フェンス自体を怖がるような感じの守備をしてるわけじゃないんですよね。でも、やっぱあそこまでこうパッとね、ボールのこう落下地点まで行くのが無駄がなくね、すごくいけてたというふうに思うので、まあ、本当はあれないですけど、あれもしでも抜けてたら 4-3 で勝ったんですけど、多分逆転されてた、ね、間違いなく追いつかれてたっていうふうに思うので、まあ、本当大きなねビッグプレーだったんじゃないかなというふうに思うんですね。で、打つ方ポール際にホームラン入れたんですけど、ツーシームを本当ねうまく肘畳んで打ってたんですよ。でピッチャー的にはやっぱりあれをゴロだったりボンナにさせたいんですよね、詰まらせて。まあいい当たりしても間違いなくファールになるだろうっていうような感じのでところで多分抑えていきたかったんでしょうけど、あれをねうまくこうツーシームをうまく運んだなっていうふうに思うんですよね。でまあインハイのボールをレフトスタンドに入れたんですけど、あそこね多分ホームランされたらこれ今度インコース投げれなくなってくるんですよね。そうするともう今度ヘルナンデスのいいペースで自分のバッティングができるようになってくるんじゃないかな。だからね、たまたまなのか、まあでもあれをねある程度頭に入れて打てたのか、ちょっとそれがねヘルナンデスに聞いてみないと分かんないですけど、でも本当にうまく打ってましたね。はい、田中さん、その技術面の話ちょっと伺いたいんですが、うんうん、ヘルナンデス選手との打撃、バッティングはどこがこう技術面に優れていると思いますか？長打打つっていうよりやっぱりどっちかというとこう内野手の頭をこう強いライナーで越えていくような、そんななんかバッティングスタイルなのかなっていうふうに思うんですよね。ガーンと満振りしてないような感じがするんですよね。なんかちょっと本当パーンとコンパクトに打って、ヒットの延長がホームランっていうようなバッターかな。ホームランがヒットになっちゃったっていうような感じじゃないですね。だからうまく打ててんじゃないかなというふうにね。うまくでも日本にアジャストできてますよね。92打席に対して19三振、まあでもこれは外国人にしてみたら普通ですかね。だからもう少しなんかねマイナーの成績から見たら日本のピッチャーの方がクオリティ高いね、コントロールだったり変化球の精度だったりっていうのがあるので、もう少し三振多いかなと思ったんですけど、意外と三振もねマイナー AAA でやってる時と同じぐらいなんで、まあ、うまくこうなんかアジャストできてんじゃないかなというふうに思いますね。いや素晴らしいですよね。投手目線で、うん、もし久典さんが対戦するとしたらヘルナンデス選手のどんなところが嫌ですか？やっぱりある程度甘めの球はしっかりコンタクトしてくるバッターなんですよね。で、まあ、広角にこう打ってるような感じがするので、そこですよね。コントロールミスさえしなければっていう感じではあると思うんですけど、昨日インコースの球あれ打たれたらピッチャーちょっとどうしようもなんなくなってきちゃうと思うんですよね。で外国人に初めに僕ね、報知新聞、昨日報知新聞の評論もあったんですけど、報知新聞でヘルナンデス の評論したんですけど、あそこをやっぱり外国人初めにの方にやる作業っていうのはインコースの対応なんですよね。インコースをこう見せて外の変化球だったり外のボールにどういうふうに対応できてくるのかとか、インコースをどれだけね芯で捉えられるのかとか、インコースの対応っていうのをまずそこをチーム全体でやっていくんですよ。こんな感じで打ってくるよっていうのをなんとなくこうデータが入ってきて、そこで実践に実際にこうインコース投げてどういう対応していくのかっていうのをこう調べていく、やっていくんですね。
だそれがこの100打席ないぐらいであのさばきをされたら今度逆にここのボールをストライクゾーンじゃなくてボール球しなくちゃいけなくなってくるんですね。その対応はどういうふうにしていくの だかそれを、ね、ストライクゾーンにしなくちゃいけないのかボールゾーンにしなくちゃいけないの だかここがボールインコースがボールになってくると今度外一辺倒になってくるんですよ。インコースボール投げました、はい外外外ってなってくるんですよね。今度そうするとヘルナンデス自体はインコースのボールさえ見極めとけば外ので一辺倒で来るっていうことが分かるので外に踏み込んでどんどん打っていけるような気がするんですよね。だそうなると今度絞り球も良くなってくるんで長打になる可能性も高くなってくるんですよね。そういうふうになんかヘルナンデスの昨日の一本でね、あの一本ですごくこう自分が有利になっていくような感じがするんですよね。コンタクトが良くなってる感じがします。はい、現在この撮影時点でヘルナンデス選手の成績が試合数が21試合に出場して3割3分3厘、うん、で打点が12、ホームランが4本という成績ですが、うん、まあ、これシーズン通してその活躍するために鍵となること、大切なことってどんなことなんですか？いや今言った通りですね。だからインコースの変な無駄な球を手出さなければ大丈夫だと思います。インコースは自分が山張って打ちに行く、インコースが来そうだなっていうその配球だったり、ね、データの中でインコースが来たらそれをさばくっていうことをさえしとけば、あんまり無理くりこうインコースの球を打っていくと自分のバッティングが崩れていくので、だそこはもう見せ球なんだっていうふうに思っておいて、外の球、多分自分が一番こう手が伸びる、ね、外国人がやっぱり得意とする球はやっぱり外の変化球だったり外のこう甘めの球なんですよね。見といてそこをねコンタクトできればこれはいい成績出るんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、うん、意外と器用なバッターじゃないかな。守備もやっぱ器用ですよ、うん、あのね、ダイビングキャッチ、まあ、スライディングして取ったキャッチだったり、昨日のねフェンス際のいい打球の反応だったりっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。でやっぱりまだちょっと僕がまだ見てないだけかもしれないですけど、肩の方がちょっとまだ見えてないので補殺力みたいなのがあるかっていうところで言えば、もしね二塁ランナーがいたらいい肩をしてたらストップかけなくちゃいけなかったりね、相手チームがね、そういうのもあるのでこれはいい戦力になるんじゃないかななんていうふうに思う。中日にいたアレックス・オチョアっていう選手がいたんですよ。でその選手はやっぱり外野手で、センター守ってたんですけど肩がものすごく強かったんですよね。でバッティングはそんなね入った当初全然大したことなかったんですけど、やっぱね日本の野球にどんどん慣れていったんですよね彼は。そうするとやっぱり打つ方もかなりそれなりに3割近く打ってたんじゃないかなっていういい時ねっていう風な印象なんですよね。だからそういう選手になりがち、なれるような要素はヘルナンデスで持ってますね。アレックス・オチョアは肩良かったからみんなセカンドランナーいてセンター前打ったらみんなストップするジャイアンツの選手、それぐらい肩良かったんですよね。だからやっぱりそれぐらいのね選手になってほしいですし、そうなれたらやっぱりヘルナンデスも多分ね日本での活躍っていうのは期待できるんじゃないかなと思いますけどね、うん。ジェンスのヘルナンデス、これまたでもねまだまだ20何試合数試合しか出てないですけど、めちゃくちゃ楽しみなね、選手になってくれそうな気がするのでね、ぜひ皆さんも期待してください。はい、ということで本日はこれまでです。どうもありがとうございました。